おはようございます。今日は9月27日の朝5時42分に収録しています。いや、大変ご無沙汰しております。ここ最近のね、レンジ相場、先々週高にねレンジがあって、で FOMC でドンって上抜けました。はい、上抜けると言ってもね、 FOMC でパウエルさんが喋った後にすぐ上に行きゃいいんだけど、その日は弱気で終わり、でその翌日の日中にね謎にぐんぐんぐん上げていくというね、利下げっていうファンダも相まって大きく上昇しましたと。でその後ですよ、その後ねまた高値をつけて、一旦の高値をつけてからアップダウンアップダウンの繰り返しで、安値切り上げで高値も更新という形にはなっていたものの、わずかですね1週間で数百ポイントぐらいしか上がってないというね、じわ上がりの展開でした。はい、でこういうアップダウンアップダウンで非常にね方向感のない値動きだったんですが、昨日の日中にですね、そのレンジを明確に上抜けたなと。で、最近ね相場が動くときというのはザラ場ではね、ほぼほぼ、その上下っていう方向は見せずに、皆さんが取引できない日中時間外にですね、はい、なんならその前夜は弱気だったのに、その翌日の日中皆さんが取引できないときにぐん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 上げていくっていうね、その FOMC 翌日の展開みたいな、そういうレンジ上抜けが昨日ありました。で、このパターンまたやってきたんだなっていう形で私は見ていたんですけど、でそしたらですね、22時半にですね、より点的な感じで一気にね、下げのスピードがね昨日は早かったです。はい、こういうね高値更新後の急落みたいなものがあって、でやれやれって感じで見てたんですけど、で下げが大きくありましたと。で直近のトレンドラインみたいなところで反発して、で、反発が今ねナスダックで言うと半値戻しぐらいですね。はい、下げに対して半分ぐらい戻して終わってるという形です。ですので、結論ですね、1時間足とか4時間足とか細かいジグザグは到底予測できないということになります。はい、そういうのもあってですね、週足で見ましょうと、はい、日足とか週足で見ましょうということで、今日のチェックポイントですね、もうシンプルにここかなっていうところを共有したいと思います。シンプルにですね、一本の線を引いてみます。はい、このね誰が見てもわかるダブルボトムのネックラインがここですね。前月の高値ヒゲ先で上抜きました。これ先週の話です。で今週今ね実態で上抜け中なんですね。このままいけばこのダブルボトム完成して翌週翌々週ってねぐんぐん上げていき、ターゲットとなるのはそう史上最高値、ね、SP500 やダウなんかがねもうすでに達成しています。ソックスはまだなんですけどね。はい、ですので今日のチェックポイントというのはこの赤いラインですね。はい、現在価格からどれぐらい離れてるかというと、現在ね、この今5時45分時点では2万125ポイントです。はい、ここからこの赤いラインまで何ポイントって言ったらですね、およそ、200ポイントですね。はい、200ポイント強、の価格差です。はい、ですので今日のね相場、日中そして10時半以降、どうなるか分かりませんし、また指標とかもあるんですかね。はい、上に行くってなればもうこれ非常にね分かりやすい形ですね。もう上昇底打ちのシグナルを日足じゃなくて週足レベルで達成したっていうことになります。はい、ただこの赤いラインの上で週足が確定したら、よっぽどね来週以降の続伸、さらなる上昇というのが期待できると思います。かれこれですね、これ9月9日の週から3週間連続で陽線で高値更新してるんですよ。はい、で前回の上げっていうのをね振り返ると、3週間上昇してその後ねこういう押し、下落が2週間ありましたと、はい、いうことがあります。はい、ですので、3週間上昇してきたから、そろそろね頭打ちかもしれないんだけど、どうなのかなっていうところで昨日ね日中の大きな上げがありました。だけど、それは一過性となって、より点で大きな、そこそこね、ここ最近にしては大きな下げがありましたと。はい。で、今、この赤いラインの上で推移してはいるものの、はい。ひょっとしたらね、金曜日、この赤いライン、再び割り込んでしまうかもしれませんし、そこはね、ちょっと何とも予想しがたいと、はい、いうことですね。ですので、今日1日でですね、シンプルに、この19,912、この上か下か、はい、ここだけをチェックポイントとして、見ていこうかなと、いうふうに思います。これがね、
1991の下、赤いラインの下で終わると、ね、この週足のダブルボトムの底打ちのチャートパターンが未完に終わると、ね、実体で上抜けたから来週以降上がっていくんだよっていうね、まあ、このチャートパターン、強力な底打ちのチャートパターンが未完でヒゲになってね、終わったっていう形になりますんで、これはちょっとね、まあ、まだそれではっきりしたことは言えないんですけど、ね、これが赤の、ね、下で終わったからといって来週以降続落していくと、さらに深掘りしていくってことは言えません。ただやっぱりね、まあ、この上昇っていうのはね、はい、まあ、保証するようなチャートパターンとはちょっと言い難いよねと、はい、言った形になります。はい、ですのでこの赤の上か下か、もうね道中の細かい1時間5分足15分足ちょっとねわからないですね。はい、わからないんで、まあ、そういった目線で見ていきたいと思います。これがナスダック100のチャートです。で、ちなみにですね、今度現物の、NDX のチャート見ていただき、いただきますと、このローソク足ですね、このローソク足が、まあ、果たして何を意味するのかって言ったら、まあ、これね、天井付近でそこからトレテンするんであれば、まあ、首吊り線っていう言い方をします。はい、こういうね、寄り点的なところから始まって、一旦こう大きな下げになって、引けにかけて買い戻されると、はい、いうことですね。で、このローソク足が出現した場合、ね、これはまあ、NDX なんですけど、例えば、ソック指数見ていただきます。はい。このローソク足が出たからといって全然別に下に行くってわけじゃなくて、このローソク足に加えて翌日の値動きがこのヒゲ先を再度割ってくるかどうかっていうところですね。昨日はですね、ギャップアップで寄りついたんで、窓を埋めに行く下落っていうのは全然想定の範疇だったんですよ。はい。で、実際、まあ、このヒゲ先、高値ヒゲ先に若干届かない程度までは下げて、その後買われました。ね。ソック指数は、決算の影響もあってですね、まあ、個別の決算の影響もあって、まあ、大きく上昇したと、はい、いうのが、まあ、昨日の値動きです。まあ、ただしですね、こういう下げからの戻しっていう形で、今ね、こういう首吊り線みたいな形になっていますんで、今日の相場でこの安値を割ってくるかどうかっていうところが、まあ、チェックポイントかと思います。はい。これ、ソック指数もそうですし、SOXL も同様ですね。はい。SOXL は、まあ、このような形で、ね、非常にこう特徴的なローソク足ですよね。はい。で、まあこういうね、下ヒゲピンバーみたいな形になっているんで、ね、これをバネに上げていくっていうのも当然ありますからね。上も下もあるんですけど、ただ、まあそれはわからないっていう、はい、まあ、ことなんですけど、やっぱりね、今日一日のローソク足でもしね、安値を割ってくるとか、まあ逆に、引けにかけてぐんぐん買われて高値を更新したりとか、もしくは冒頭で申し上げたこの赤いラインの上に留まるということになれば、やはりね、来週以降も上昇がトントントンって継続していきやすく、いよいよですね、この W の形からの底打ち、はい。まあ底打ちというか史上最高値の更新、はい。という形にはなっていきやすいのかなというふうに思います。ですので、今日はね、週足確定で、で、まあさらに言うとですね、来週の月曜日というのは月足が確定します。月末です。はい。ですので、今日一日ね、まあ結局、細かい動きはともかくですね、はい。終値ベースで、土曜日の朝5時時点で、この赤の上なのか下なのかっていうところを、また見ていけたらと思います。はい。そんなわけで、まあ、今日のね、値動きを見て、私が感じたことについて動画にさせていただきました。はい。よろしければね、チャンネル登録と高評価ボタン、ぜひお願いいたします。本日は以上です。ありがとうございました。